なんだこれは。この赤い丸はどこかの店か。よし、探してみるか。花咲通り、ここがそうか。あなたは。ああ、確か葉月さんでしたね。おめでとうございます。ここがゴールですよ。茶碗人のやり方は忘れてなかったようですね。ええ、まあ、あの張さんは。ああ、それが姿が見えなくて。本当なら彼がここへ来るはずだったんですが。そうですか。もし葉月さんが見かけたら宿へ戻るようにと伝えてください。はい、わかりました。兄貴、あの野郎です。俺の邪魔をしやがったのは。ほう、俺の査定を可愛がってくれたみたいじゃねえか。礼はたっぷりさせてもらうぜ。俺もお前たちに用がある。ほざけ。くら、くさまれ。だれ。少ねえって言ってんだろ。ん？これぐらいでどうですか。ああ、なんか言えばわかんだよ。こんぐらい盛れよ、こんぐらい。俺が入れてやろうか、俺が。お客さん、勘弁してくださいよ。うちもこれじゃ商売上がったりだ。たく、ケチくせえやつだな。レン。うん？レン。なんだ、うるせえな。お前、こんなところで何してる。見よりゃわかんだろ、焼きそば買ってんだ。ふざけるな。おっと、怖え怖え。なぜお前が長部にいる。空論城でお前も聞いたろ、修験達の話は。何？お宝だよ、お宝。ここにはお宝の匂いがプンプンするってわけさ。お前。さてと、もう一回りしてくるか。じゃ、またな。レッドスネークかと思ったらレンか。しょうがないな、万来軒へ戻って
話を聞くか。葉月さん、あなたは張さんの？はい、私は義と言います。どうも。あの、どうかしたんですか？張の行方がわからないんです。張さんが？ええ、あちこち探し回っているのですが、手がかりすら見つかりません。そんな。葉月さんの方でも張を探してもらえませんか？え？人手は多い方がいい。お願いします。俺も探します。助かります。では町の人たちに話を聞いてみてください。この蝶の写真を。葉月さんは名店街の通りで聞き込みをお願いします。名店街ですね。わかりました。どんな小さなことでもいいので、何かわかったら知らせてください。はい。すみません。あら、何？ちょっと聞きたいんですが、この人を見かけませんでしたか？さあ、知らないわね。誰この人？長部の人？いえ、香港から来ている人なんですが。あら、やだ。え、何か？最近香港から柄の悪い人たちが来てるって噂があるのよ。そんな噂が。あなた、どこから来たの？俺は日本から来ました。そうならいいけど。それでその噂って？ブルースパイダーって言うらしいんだけどね、頭に大きな入れ墨をしてるんだって。入れ墨？そう、それが青い雲なんですって。まあ噂だけどね。そうですか、わかりました。すみません。何？人を呼ぶわよ。え？いや、俺は。あんた、あのレッドスネークの仲間じゃないの？あ、俺は違う。ちょっと話を聞きたいだけだ。そうなの？本当に？ああ、この人見なかったかな？知らない。そうか。誰それ？全然見たことないんだけど。いや、いいんだ、ありがとう。ところで、どうして俺をレッドスネークだと？最近やたらうろちょろしてるのよ。おっかない顔してさ。レッドスネークが？どうして？なんでも新しいゴロツキ組織が長部に来たんだって。新しい組織？それでピリピリしてるらしいのよ。いい迷惑だわ。その新しいゴロツキのことをもっと聞かせてくれないか？やめてよ、知らないわよ、あんな連中のことなんか。そうか。レッドスネークよりタチが悪いって噂よ。関わらない方が身のためよ。わかった、ありがとう。よし、集めた情報を義さんに伝えようなあ。ん？なんだおめえか。いや、ちょうどいい。ちょっと手貸せよ。断る。話ぐらい聞けよ。人の命がかかっているんだからよ。聞こう。これが聞くも涙、語るも涙ってやつでな。この前あるじじい知り合いになったんだが、その孫が近く結婚するんだが、じじいは体が弱っていてな、もう長くはねえ。孫の結婚式を見届けるまでなんとか生きていてって言うんだ。泣かせる話だろ。それで？でな、姫松茸って知ってるか？え？薬になるキノコだ。そいつがあれば、そのジジイの命を伸ばすことができるんだとよ。しかしこいつがなかなかレアなキノコでな、俺様一人で探すには時間がかかる。その姫松茸探しを手伝えと？そういうこった。哀れなジジイのために手を貸してくれよ。まあいいだろう。よし、お前ならそう言ってくれると思ったぜ。それで？俺様の集めた情報だと、姫松茸は薬局や漢方を扱ってる店にあるらしい。薬局や漢方の店か。あんま時間がねえ、手分けして当たろう。わかった。俺様は港から屋台街の手前までを探す。お前は屋台街から花咲通りまでを探してくれ。
まあいいだろう。それじゃ頼んだぜ。すみません。どうぞ。絶輪漢方です。姫松茸はありますか？姫松茸ですか？ありますよ。でも一つだけなんです。こちら50元です。お買い上げになりますか？買います。ありがとうございます。他にご入用はありませんか？いろいろ揃えてますよ。生薬セットの買い取りもやってますからね。生薬の売りに来てくださいね。よし、姫松茸を手に入れたぞ。すぐ蓮に届けよう。すみません。ん？レッドスネークの行方を追ってるんです。聞かせてもらえませんか、あいつらのこと。金払わない最低な連中さ。商売代代わりとか言ってタダで飲み食いしやがる。いつもそんなひどいことを。ああ、いつでもどこでもな。まったくとんだ罰当たりだ。花咲寺の和尚が見かねて説教したら仕返しされたそうだぜ。花咲寺ですか？シェンファー。リョウ、何かわかった？いや、新しい情報はあまり。そう。だけど町で珍しいやつに会った。珍しい？ああ、香港で知り合ったレンっていう男だ。レン、その人は亮の友達？いや、レンは友達とは違うな。あいつの前では油断できない。え、悪い人なの？悪い、確かに悪いやつだ、レンは。リョウ、大丈夫なの？え？ああ、心配するほどのことはない。でも、油断はできないな。そうなの？リョウ、先に部屋に戻るね。ああ。旅の方、うん、これを持ちなさい。どうして俺に？日本の方とお見受けしました。それに身のこなしから見て武術家でしょう。昔この寺に日本から来た武術家がいました。え？それはその武術家が奉納していったもの。それはあなたのもとにあって初めて役立つもの。持っていきなさい、旅のご加護を。ギさん。ああ、葉月さん、どうですか？何か新しい情報は？張さんのことは何も。そうですか。手がかりになるかは分かりませんが、ブルースパイダーというゴロツキたちの話を聞きました。ブルースパイダーですか？はい、町の人が言うにはレッドスネークよりもタチが悪い連中で、今ではレッドスネークと肩を並べるほどの勢いだとか。蝶のことと何か関係がありそうですね。わかりました。
そのブルースパイダーを調べてみましょう。葉月さんの方も引き続きよろしくお願いします。今度からはこの新しい茶碗陣を使ってください。くれぐれも間違えないように。わかりました。おい、おう、お前か。姫松茸は見つかったのか。ああ、見つけたか。さすがだぜ。こいつは手伝ってくれた礼だ。なんだこれは。おっと、依頼人が待ってんだ。じゃあな。おい。おう、探してたんだぜ。え？お前にやった礼の中に汚え壺はなかったか。さあ、あのガラクタがまさかあんな値打ち物だったとは。なんとか取り戻す手は。何をブツブツ言ってるんだ。いや、なんでもねえよ。で、壺のことなんだが、もう売っちまったりは。川に捨てた。なに？冗談だ。あの壺がどうかしたのか。いやいや、どうもしねえよ。怪しいな。用事を思い出した。じゃあまたな。まったく。ん？あれは。それはハッカソンでしか取れない珍しい石。唐が緑石。おお、知っていなさるのか。あんたのような旅の人が。この石を狙う者がハッカソンにまで来たんです。なんと。そういえばこの石について根掘り葉掘り聞いていった者がいた。根掘り葉掘りですか。ああ、石掘り師の名前や居所まで聞かれたぞ。あれはレッドスネークとかいうゴロツキだった。レッドスネークが。やっぱりそうか。そいつらはどこに。この辺りを縄張りにしている連中だが、寝床まではわからない。そうですか。ん？ここで茶碗陣ができそうだな。よし、やってみるか。なんだこれは。路地裏を好む。これはブルースパイダーの居場所か。よし、ギさんに聞いてみよう。ギさん。ああ、葉月さん。ブルースパイダーのことで手がかりが。そうですか。茶碗陣をやったらこのメモが。路地裏。これはブルースパイダーの居場所のことじゃありませんか。うん。どこかの路地裏に奴らが。屋台街の路地裏が怪しい。え、屋台街。この帳簿で隠れるとすれば屋台街しかありません。じゃあ張さんもそこに。その路地裏に急いで行きましょう。そうですね。では葉月さんは先に屋台街へ。え、ええ、先に行ってブルースパイダーの奴らを偵察してください。私は部下たちを集めていきます。わかりました。くれぐれも無理はしないでくださいね。すぐに追いつきますから。はい。この辺りか。ここに何の用だ。あ、てめえ。ん？あの村にいたガキじゃねえか。
お前たちはハッカソンを襲った。なんでてめえがここにいるんだ。お前たちこそどうしてここにいる。お前たちがブルースパイダーだったのか。ブルースパイダーの名を知ってるとはな。その通りさ。ブルースパイダーとは俺様たちのことよ。そうだったのか。俺たちを見張ってたあの気味の悪い男はもういねえ。これからはこの町で自由に暴れさせてもらうぜ。長さんをさらったのはお前たちなのか。長さてね。とぼける気か。ごちゃごちゃとうるせえガキめ。今すぐ黙らせてやるぜ。長さんをさらったのはお前たちだな。長さんはどこにいる。一足遅かったな。なんだと。あのさんは他の場所へ移した。待ってください、葉月さん。ん？義さん、どうして止めるんですか。ここまでで十分です。あとはこいつらの口を割らせれば長の居場所はすぐにわかるでしょう。しかしこの手のことは我々の方が慣れています。お任せください。また連絡を取り合いましょう。わかりました。六角通り、ここだな。ん？これはレッドスネーク。もしかしてエンさんはここに連れてこられたのか。あのお堂で話を聞いてみよう。ここも荒らされたのか。変わったところは。また来たな。違いだ。嘘、レッドスネークの仲間でしょ。レッドスネーク、待ってくれ。俺も奴らを探してるんだ。え、話を聞かせてくれないか。ごめんなさい、私ったら。一体何があったんだ。レッドスネークの人たちがいきなりこの六角堂にやってきて、お堂の宝物をあいつらに奪われたんです。そんなことが。ずっと昔からこのお堂で大切にされてきたものなのに、
ちょっと聞きたいんだ。あそこの桟橋の船だけど。はい、少し前にレッドスネークたちがあの船でここに。見たのか。ええ、見慣れない二人の男の人を強引に連れて行って。やはりエンさんはここに。そいつらはどっちへ行った。あっちの方へ。そうか。あの、よかったら奥のお堂をご覧になってください。え？ここはとっても美しいお堂なんです。お参りに来られた人が自分の名前を記したお札を残しているんですよ。奥はレッドスネークにも荒らされていませんから、ぜひ。さっきは本当にごめんなさい。いいんだ。せめてものお詫びにこれを。ああ、ありがとう。私シリン、リン・シリンと言います。俺はリョウ、葉月リョウだ。よろしくな、シリン。あの、レッドスネークをやっつけるときには私も呼んでください。え、いや、巻き込むわけにはいかない。でもやられたまんまじゃ私だって腹の虫が収まりません。まあ、気持ちだけもらっておく。お兄さん、北京ダックはどう？おいしいよ。勝負に来たら一度はうちの北京ダックを食べていかなくちゃ後悔するよ。ああ、食べたらここの証明書をプレゼント。証明書？創業80年。今日お兄さんが1羽食べれば2億5851羽目、その証明書よ。ああ、ちょっと聞きたいんですが。ん？なんだい？レッドスネークの連中を見ませんでしたか？レッドスネーク？ああ、ゴロツキのことね。何か知りませんか？そういえばブンさんが何か言ってたわね。ブンさん？うちの従業員よ。そのブンさんは今どこに？ブンさんなら裏山にアヒルを取りに行ってるわ。裏山？そこの道を向こうへ行くと右手に山道に入る道があるから。わかりました、行ってみます。用事が済んだら必ず食べに来てよね。これはアヒル天国？ブンさんはここにいるのか。失礼ですが、ブンさんですか？ああ、そうだ。聞きたいことが。そんなことよりちょっと手伝ってもらえんか。後でいくらでも聞いてやるから。ああ、アヒルが隠れてしまってな。とりあえず10匹捕まえてくれんか。え？わしは他のところを狙うから、あんたはあの辺を頼む。やるしかないか。いやー、助かった。あんたもやるもんだ。どこかでアヒル取りでもやってたのか？いえ、ニワトリなら少し。ニワトリ？変わったやつもいるもんだ。
ところで聞きたいことってなんだ。店の人にブンさんがレッドスネークの連中を見かけたって聞いたんですが。レッドスネーク？おいおい、物騒な話は勘弁してくれよ。何か知ってるんですか？最近新天地で見かけるんだよ。新天地？あの辺の遊戯場に出入りしてるみたいだな。遊戯場？もういいかい？俺も忙しいんでな。はい。おっと、それから今日のダチンだ、取っときな。アルバイトしたかったらいつでも大歓迎だ。ありがとうございました。